正直やっぱ慣れないというか、日本でやるっていうこの良さも感じつつ、でもこうあまり経験がないので、楽しみな部分と、どれだけプレッシャーがかかるのかなっていう気持ちが今はあります。やっぱりタイプも似てますし、自分たちの、どんなサッカーをするかっていうのも知られてると思うので、そういう難しさもあると思うので、本当に厳しい戦いになるんじゃないかなと思ってます。日本の良さはやっぱり組織力だったりとか、やっぱりそのチームが一つになることで強さを本当に発揮するというのは今までやってきてすごく感じるところがあるので、それは苦しくなればなるほど、その強さを発揮するんじゃないかなと思うんで、そこは、伝えられたらいいなと思ってます。厳しい戦いになると思うので応援よろしくお願いします。